皆さんこんにちは、山際です。今日はですね、京都大学の創造の精神とフィールドワークの世界と題してお話をさせていただきます。まあ、京都大学の、ちょっとした内容と、それから私がやってきた仕事研究の紹介を少しさせていただきながら、皆さんが大学でどういうことを学べるかということを少しイントロめいたことを言わせていただきます。京都大学はですね、地球社会の調和ある共存に貢献する、これは日本だけではなくて地球を相手にしている、世界を相手にしているという意味でございます。で、私はもうその総長になって3年経つんですけども、総長になった時に京都大学が掲げる目標として、京都大学は世界と社会に通じる窓であるというふうな標語を掲げました。窓を開けて世界に出ていきましょう、それを教員と学生一緒になってやりましょうということなんですね。で、その窓は英語でウィンドウと言います。で、その一つ一つのアルファベットを取って目標を作りました。最初の W はワイルド&ワイズ、京都大学に入ってくる学生はみんなワイズなんだけども、ワイズだけじゃダメじゃない、やっぱり野心的な心と身体を鍛えなくちゃいけないよねという意味なんですね。そして次の I はインターナショナル&イノベーティブ、これは国際性と革新性を求めましょう。次の N はナチュラル&ノーブル、自然に親しみながら、高潔な精神を持ちましょう。そして次の D はダイバース&ダイナミック、多様性にきちんと学びながら動的な世界の動きを捉えましょう。オリジナル&オプティミスティック、創造の精神に代表されるように京都大学は新しいことを生み出す大学ですけれども、とかくですね、新しいことを考えていると内向きになっちゃう、人から非難されたりすることもありますからね。でもそれを楽しくやりにいきましょうという意味です。そして最後の W は Women and Wish、女性が勉学や働きやすい環境を作りながら将来の希望を持ちましょうという意味です。で、京都大学は全部で2万3000人ぐらいの学生がいて、そのうちの学部生が大体、1万3000人ぐらいですね。留学生が2000人ぐらいいます。で、10学部あります。そしてその上に大学院研究科と称するものが18あります。そして全国に京都大学に付属する研究所やセンターが35あります。7200人の教職員が働いていて、そのうち400人が外国人のスタッフです。で、今日次の講演をしていただくアンドリューさんもそのうちの一人ですね。そして世界にもですね、168の協力協定を結んでいます。そして、京都大学がいろんな部局で持っている海外拠点が59もあります。で、星印はそのうちで本部が持っている、交流拠点でして、今世界で3つあります。ドイツのハイデルベルク、タイのバンコク、そして、もうすぐオープンするワシントンです。京都大学に毎年、やってくる、学生は、留学生は2000人以上、先ほど言いましたね。そして、もっと研究者は3000人以上の研究者がやってくる。で、京都大学からは世界に2800人ぐらいの学生が留学に出かけていきます。研究者も8400人が海外へ出かけていく、非常にその海外との交流が多いんですね。で、京都大学のモットーというのは自学自習です。自分でテーマを考えて自分で学習をする、そしてそれを対話を通じて自由に討論するということです。で、その結果世界の最先端を行く多くの研究がこれまで成し遂げられてきました。そして特に、京都大学の特徴は探検大学、フィールドワークと言われています。で、今日は私がそのフィールドワークの醍醐味を少しお伝えしたいなと思っています。京都大学は日本で最もたくさんのノーベル賞学者を出していて、ノーベル賞だけではなくて2人のフィールズ賞、これは数学の国際賞ですね、それからガウス賞とかラスカー賞といったものも受賞をしています。
で、その中で国際的な賞をフィールドワークで取った方というのは、私の先生であった伊谷潤一郎先生です。この方はトーマス・サックス理事賞を1982年に受賞されています。これは人類学の、ノーベル賞といわれる賞なんですね。で、どういうことをやったのかということをこれからお話しします。霊長類学というのが、日本にあります。そして京都大学がその霊長類社会学のオリジナルな場所なんですね。この伊谷潤一郎先生のそのまた先生の今西欽治先生というのが、1948年に霊長類学グループというものを立ち上げられました。その時に使ったのが19世紀の終わりに動物文学を、出し始めたシートンです。皆さんシートン動物記って読んだことありますか？読んだことある人ちょっと手を挙げてください。お、いるね。いや嬉しくなるな。これね、海外に行くとほとんどシートンっていう名前知られていないんです。つまり、動物文学というのは科学ではないっていう、常識があるからなんですね。でも日本の僕も子供の頃によくシートン動物記を読んで興奮しました。この特徴はその動物記の中の英雄に名前を付けてるってことなんですね。狼王のロボット、あるいはエディンデルのキツネとかそういう名前が付いてます。でそれは日本では当たり前のことなんですが、海外で動物に名前を付けて呼ぶというのは非常に擬人的な表現と考えられていて、当時はですね、だからこそシートンは科学者ではなくて文学者だと言われたわけです。でも日本の霊長類学者はあえて猿たちに名前をつけて、そして、その猿たちの日常的な行動をその名前を使って記録をしました。一頭一頭の猿の顔を識別して名前をつけ、そしてそれを長期にわたって観察することによってその彼らが織りなす社会を、調べたいというのがその動機だったんですね。でこれが1954年に出た日本動物記なんですけども、これを高崎山の猿という本を書いたのは先ほど紹介したハックスリー賞を受賞した伊谷潤一郎さんです。この時この後書きにその師である今西先生はシートンはおおむね英雄を描いて動物の社会を描き出していない、領主の記憶に残るのも特に目立った個体に限られている、その他大勢とも言うべき連中に注意を向けることは今まですっかり忘れられていた、我々は文学よりも科学を求めるものであったと記しています。でだんだんとですね、日本のやり方が、西洋の霊長類学を志す人たちに、浸透していって、一頭一頭の個体に名前を付けるという、方法論はジャパニーズメソッドと言われるようになりました。今では、ほとんど全ての、霊長類学者が世界中で猿の一頭一頭に名前を付けて、呼んで、そしてその行動を記述しています。そしてそれが1948年からだったんですが、10年日本猿をやって、この今写真に写っているのは今西先生ですけども、初期の霊長類学者が志したのはやはり猿を研究するんだったらその人間の起源、人間の社会の起源というものを追い求めたい、とりわけですね日本でもそして世界中の人々が、同じように持っている社会の基本単位は家族だから、家族というものが一体どういう背景でできたのかということを調べてみたいと思ったわけですね。で、その当時の情報だと一番家族に近い集団を作っているのはゴリラだから、ゴリラが住んでいるアフリカに行って家族の起源を探ろう、そういう意識でアフリカに出かけていきました。でただその頃はですね、ゴリラというのはまだまだすごく凶暴で残忍で、不気味な闇の怪物というふうに、言われていたわけです。でそのモデルになったのがキングコングで、皆さんもキングコングという映画をご覧になったことあるかもしれませんが、大変こう不気味な姿に描かれています。ただ最近ハリウッドで作られて日本にやってくるキングコングは非常に優しいゴリラをモデルにして描かれていますから、これは初期最初に1933年の映画化の時に描かれたゴリラで非常に不気味な顔をしています。そういう、イメージで、言われていたわけですね。
で、まあ、ゴリラが住んでいたのはこの地図の、これアフリカ大陸の地図ですけども、左側の白地図に黒く塗ってあるところ、これが現在のゴリラの分布域です。でそれがちょうどこの緑色の地図に ある部分に匹敵しますね。これはコンゴ盆地といって熱帯降雨林です。熱帯降雨林の西と東の端にゴリラが住んでいるわけですね。これを、まあ、調査をしに行ったわけです。で1950年代から60年にかけて3回ゴリラ探検をやってですね、ただし、まあ、あんまり成果は上がらなかった。ゴリラをやっと写真に収めることができましたが、ゴリラになかなか近づくことはできなかった。でその時同時にですね、タンザニアのタンガニーカ湖畔でチンパンジーの研究を始めたジェン・グドールさん、そして日本隊と同じ場所でゴリラの研究を始めたジョージ・シャラーさんたちがいました。だからゴリラやチンパンジーの研究をしに行こうと思い立ったのは日本人だけではなくて、イギリスやアメリカの、研究者たちだったんですね。でとりわけゴリラの研究はこのシャラーによって進むことになります。日本隊は、ゴリラの研究をそれ以上進めることなくチンパンジーの研究へと転化していったわけですね。それはゴリラの生息域が全て1960年に独立紛争に巻き込まれてしまって、それ以上研究が続けられなくなったからです。でその代わりタンザニアに住んでいるチンパンジーをジェン・グドールさんたちとは違う場所で始めたのがこの伊丹さんなわけです。で伊丹さんは1960年代に、このチンパンジーの調査をする方法を考え出します。ここにちょっと書いてありますが、3人のポーターに25キログラムずつの荷を担がせ、私も15キロのサブリュックとライフルを担ぎ、約1週間は無人の荒野を踏破できるという体制を完成した。これが1960年のことだった。私の最大の武器は未知の世界に踏み込む足だったし、私の目的はポケットに忍ばせた野鳥に私が観察した対象と、そして自然についてひたすら記述することだったと記されています。こういうのを見ると、いやものすごく危険な場所で体力がいるんだなと思われるかもしれませんが、私の仲間たちは決してそんなに体力があるわけでもないし、野外に慣れた人たちでもありません。ずっとそれまで机の上でしか勉強してなかった、青白きインテリがですね、こういう野生の中に足を踏み入れていって、だんだんと自分の新しい方法を見出して、そして新しい発見を成し遂げてきました。ですから皆さんも決して、いや私や僕はどうも野外が苦手なんだけどと思わずに、素人の目でどんどんこういう野外研究に目を向けていただきたいと思います。で私が最初にアフリカに行ったのは1978年です。私の研究室、理学部のですね、自然人類学研究室というところだったんですけれども、そこの方針はアフリカに行くまではまずその、まあ、先輩かあるいは指導教員がついていく、でもそれからはもう一人でやりなさいと言って置いてくる、まあ、子供を捨てるように捨て子の精神というんですけども、私も78年に、当時ザイール、まあ、今はコンゴ民主共和国と言いますけども、先ほどのコンゴ盆地の東の端にある国です、場所です。でそこに一人で置いて浮き彫りにされまして、まあ、そこで現地の人たちといろいろ渡り合いながら自分の調査チームを組んで、そして仕事をしました。まあ、左側に私が26歳の時の写真です。まだ若いですけどね。で一緒に初めて仕事をしたのは右上の、ピグミーと呼ばれる狩猟採集民の人たちでした。でもそこでなかなかゴリラを観察することができなかったので、私は先ほどジョージ・シャラーさんが始めたビルンガ火山群というところに足を伸ばして、そこでシャラーさんの後を引き継いでやっていたダイアン・フォッシーさんのところに弟子入りをして、フォッシーさんのところでゴリラの観察を、するようになりました。フォッシーさん当時1967年から、ゴリラの研究をしていたんですね。左側が、本物のダイアン・フォッシーさんです。右側は実は1985年のクリスマスの晩にこのフォッシーさんは、何者かに殺されてしまいました。でその悲劇の一生を描いたゴリラズ・イン・ザ・ミストという、まあ、映画が作られて、それが日本にやってきて
愛は霧の彼方にという題名をつけられて放映した、その時のポスターです。今でも、まあ、あのビデオ屋さんに行くとこれは借りられると思いますんで、ぜひ一度ご覧になってください。ほとんどドキュメンタリーと同じ内容の作品です。で、当時私が研究を始めた時のダイアン・フォスティさんと、そして私です。これ1980年に、カルスク研究センターに行ってゴリラの研究を始めました。で、ちょっとこれから少しフィールドワークの極意というのを少し皆さんにあのお話ししようと思います。これはあの標高3000メートルぐらいの、ビルンガ火山群でゴリラの生息域で撮った写真です。ゴリラはこういうところであの長い長い休みを取るわけですね。そしてまず動物を研究しようと思ったら、野生の動物をですよ、やはりその中に入っていかなくちゃいけない。動物園のように、まあ、あのケージを隔てて眺めるのではなくて、触れれば触れる距離に行って彼らに仲間として受け入れられてもらって、彼らの目であの彼らの世界を眺めなくてはいけないということなんですね。ちょっとそれにはかなり時間がかかるし苦労がいります。その部分を少しご覧に入れようと思うんですが、これはビルンガではなくて21世紀になってから私たちはガボンで新しいフィールドを開きました。その時にゴリラを人付けといって、ゴリラを人間の姿に慣らそうとしているところです。これは2005年で、やっと少し慣れ始めたぐらいの時です。どういうふうにゴリラが人間に反応を示すのかというのをちょっと見ていただこうと思います。これ森の中で、ジャングルの中でゴリラに出会いました。メスが背中に赤ん坊を乗せて少し緊張してますね。そこに大きなオスが現れました。で、私たちをオスが、これはリーダーのシルバーバックといって背中が白いんですけども、警告を発してあのメスを向こうにあのうなずかせて、行こうとしています。ところがですね、ご覧になるように子どものゴリラは私たちに興味を示して近づいてくるんですね。これだと思いました。まずは子どもを手なずけないといけないということで、それからこれあの私たちと一緒にずっと現地にいて仕事をしてくれている安藤千恵子さんという女性なんですけども、こうやって子どもの目線で、張ってですねゴリラに近づきながら子どもたちの関心を誘います。なんかその草を口に含んでみたり、あのゴリラの子どもたちも怖いんだけども好奇心旺盛だから人間に近づきたいんですね。で、後ろの方にシルバーバックが控えていて、まあ、子どもたちが時々後ろを振り返ってみます。こういうふうにしてだん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 と近づいていくんですね。そしてとうとう、まあ、ゴリラの群れの中に入ることができたらば、今度はゴリラと話をする。まあ、会話というと大げさですが、ゴリラは人間の言葉を持っているわけではありません。ですから私たちは人間の言葉を捨ててゴリラの流儀でコミュニケーションをするようにします。で、そのコミュニケーションを取ることによって彼らの気持ちや彼らの行動の本質というものがだんだん見えてくるわけですね。で、ちょっとそのシーンをお目にかけます。私はあの同じことに出会ったんですが、ゴリラが近づいてきて挨拶をしようとした。その時に私はゴリラの挨拶の仕方を知らなかったので、うまく挨拶することができませんでした。これは同じことが起こっているんですが、ゴリラがあのコンゴで、まあ、ゴリラツアーというのをやっていて、でこちら側に観光客がいるんですが、あのガイドの人があのゴリラと観光客の間に入って説明をしています。その時に一頭の若いゴリラが近づいてきました。ゴリラはゴリラ流の挨拶をこのガイドさんにしようとしています。でもガイドさんはそれを相手にしない。そうするとゴリラはちょっと困ります。そのシーンを見ていただこうと思います。ゴリラはどうやったらゴリラ流の挨拶ができるのかということ。
で、こういう顔を寄せるという行動に気がついたのも、私もこの同じ体験をしたからです。おかしいなと思って見ていたら、ゴリラ同士が仲直りをしたりですね、それから、遊びを誘うとき、交尾を誘うときにじっと相手に近づいて顔を覗き込むということをすることを気がつきました。それから先ほどゴリラとコミュニケーションを取ると言いましたが、だんだんコミュニケーションを取っているうちにゴリラのコミュニケーションがよく分かるようになった。これ右上はですね、笑っているところです。ゴリラの笑いというのはこういうちょっと目がこうすごく光ってですね、口が少し間延びした形で開くんですね。これがゴリラの笑いです。そして左下は不満を表しているところ、あるいは求愛をしているところです。子供がこういう口を尖らせると不満の声が出ます。しかしこれ大人のオスですから、大人のオスが口を尖らすとこれは求愛の声が出ます。そういうふうにしてゴリラ同士のやり取りを覚えていくわけですね。そしてもう一つは、今度はゴリラの目を通して周りの環境、自然というものを眺めながら、ゴリラが一体どういうふうにして環境と付き合っているのかということを、知ることが大切です。ちょっとそれを見ていただきますね。これはやっぱりガボンでゴリラを追跡しているところです。まあ、こういうふうにして、ね、近づいていくんですけども、まあ、ゴリラの群れの中に入っていろんなことを見ていると、時々親と思うような現象に出会ったりするんですね。それがその私の師である伊丹淳一郎先生がおっしゃったことで、絶えず緊張しながら野生動物たちと付き合っていると非常に貴重な現象を観察することがある。それは向こうがやってきてくれる、向こうがやってきて見せてくれる。で、自分が知ろうと思ってもなかなか知ることは難しいんだけど、向こうがやってきて見せてくれる瞬間、それを自然が微笑む時というふうに表現をしました。私も何度かそういう現象を観察してるんですね。これは背中の白い大きなオスシルバーバック同士が夫婦言い合いながら対立して今にぶつかろうとしている時に、若いまだ背中の黒いオスが間に割って入ってきて両者をなだめて喧嘩を仲裁したところです。こういう仲裁行動が見られるというのはあまりないんですけれども、こういうことが起こるということでゴリラの社会の見方が一切変わりました。それから、それまでゴリラには食物の分配行動がないと言われていたんだけれども、私たちは2010年にこのゴリラが、大きなフットボール大の、トレキュリアアフリカーナという学名のついた、フルーツをちぎって分け合っているシーンを発見しました。これはもう本当に嬉しかったですね。あ、やるんだと思いました。で、それまでは右下のチンパンジーでは食物を分配するって行動が広く知られていたんですけれども、ゴリラの大人同士が分配をするのを見たのは私たちが初めてです。で、そういうことがあることによってこれまでの理論が随分変わるわけですね。どういうふうに変わるかっていうと、例えばニホンザルは食物を分配しません。分配する必要がないからです。ニホンザルの食物というのは辺り一面いろんなところにある。そして、ニホンザルは群れの中で、もし食物を介して2頭以上の猿たちが顔を突き合わせたときに、その優劣順位の一番順位の高い強い個体がその食物を独占するというルールを持っています。で、人間から見るとなんかその厳しいようなルールですけれども、それはニホンザルは食べるときあまり顔を合わせないようにしよう、分散してそれぞれ自分が好きなものを食べようというためのルールなんですね。分散すれば別に他の仲間と顔を付き合わせることなく自分で好きなものが食べられる、だから食べるときは分散しましょうよというルールなんですね。でもゴリラやチンパンジーは食べるとき、貴重なおいしいものを食べるときは集まってきてそこを少しずつ分配して食べるというルールも持っている。そこが猿と類人を分ける大きな違いだということが分かりました。で、これは2011年に、ジャッキーとバンシャイクという人たちが系統樹、これ左に書いてあるのは縦に並んでいるのは猿の学名です。猿は現在300種類ぐらいいるんですが、彼らはその系統樹を作って、その系統樹のところで、どういう種類の猿に食物の分配行動が見られるかということを分析してみました。
でちょっと見にくいかもしれないけれども、実はこの学名 の, あの左の頭のところに2列に並んだ白と黒の四角い表示がありますよね。これを見ていただきたいんですが、左の列は大人から子どもに食物が分配される種です。そして右側の列は大人同士で食物の分配が見られる種です。これが黒く塗ってあります。でこれをご覧になると、まず右側の大人同士で食物が分配される種は必ず大人から子どもにも食物が分配されることが分かります。もう一つ、あの黒っぽい分類群と白っぽい分類群がありますよね。黒っぽいのは一番上の類人猿、そして真ん中辺の南米に住んでいるタマリンやマーモセット類です。でこの分類群になぜ大人から子どもへ、そして大人同士で食物の分配が見られるかということを類推してみると、子どもの世話に手がかかるということが上がってきます。類人猿は子どもの成長にすごく時間がかかるんですね。母親に負担がかかる。それから、タマリンマーモセットは一度に双子や三つ子を産みます。だからあのたくさんの子どもを抱えて、これも育児に負担がかかる。そういうところでは大人から子どもに対して食物を分配する行為が生まれ、おそらくそれが大人同士に普及したんじゃないかという、まあ、推論が生まれるわけですね。でこの時注意していただきたいんですが、2011年ですから、まだゴリラには大人同士で食物の分配行動が見られないことになっているんです。でも私たちが発見しましたから、これは新しく塗り替えられました。そして類人猿は全て大人同士で食物の分配が行われるということが発見されて、こういう図が考えられるわけですね。まず霊長類というのは植物食ですから、植物はまあ熱帯雨林であればどこにでも食べるものがあるので分配をする必要はなかった。でもそこに子どもの育児に負担のかかる種に大人から子どもに食物を分配するような種が生まれて、行為が生まれて、それが大人同士に普及して、その中で特にたった一種類だけ血縁関係にもないのに、特に親しくもないのに、非常に気前よく食物を分配する種が現れた。それが左下に書いてあるホモサピエンス、我々人間だという推論が出てきたわけですね。でそれはおそらく人間が霊長類の住まないもっと危険なニッチ環境へと出ていったことがおそらく大きな影響をもたらしているのではないかということも考えられるようになりました。でよくよく人間の行動を見返してみると、私たちの研究は猿の目を、あるいはゴリラの目を通して今の私たち人間の暮らしを眺めてみると、人間なんか変なことやってるぞということが見えてくる。そこに大きな特徴があるわけですね。猿の目から眺めてみると、人間はあまりにも気前が良すぎます。まず食物を集める段階で自分の食欲だけじゃなくて仲間の食欲を頭に入れて、その場で食べることを抑制する。そしてそれを持って帰ってわざわざアレンジして仲間の前に出して共食をする。世界中の民族を比べてみると、その服装やテーブルや椅子や食器、テーブルクロス、そして食べる時のマナーやエチケットに大きな差はありますけれども、みんなで向かい合って座って食べ物を一緒に食べるっていうことには変わりはない、共通なんですね。そしてこれはほとんど猿には見られない、類人猿とマーモセットにわずかに見られるに過ぎない。だからどっかでこういう形式の食事というものが人類の進化に現れたわけですね。それを考えるのは我々の仕事なわけです。でおそらくこの共食というのは共感を育むということに大きく貢献したと思われます。でなんでそんな共感能力を高める必要があったのかということなんですけれども、おそらくその背景は共食だけではなくて共同の子育てにあったというのが最近分かってきました。それは、長年ゴリラやチンパンジーやオランウータンという人間に近い類人猿を研究していると、彼らの一生を通じてどういうふうに成長するか、何歳ぐらいでどういう頻度で子供を産んでいくかっていう、その繁殖パターンが見えてきて、それを人間と比べることができるようになったからです。私たちは文化を持っていて動物とははっきり断絶していますけれども、それ以外でも
人間が持つ生物学的な特徴というのは類人猿とは随分違うんだということが見えてきたわけですね。それをちょっとご紹介します。それはゴリラの子育てと人間の子育てを比べてみると非常に分かりやすい。ゴリラはですね、生まれた時の赤ちゃんの体重というのは 1.6 キロから 1.8 キログラムです。人間の赤ちゃんは3キロを超えますよね。でも大人になるとゴリラのオスは200キロを超えるし、ゴリラのメスも100キロを超えます。ですからゴリラは小さく産んで大きく育つという成長パターンを持っているということが分かる。それからゴリラの子供は、赤ちゃんは生まれてから3年間はお母さんのおっぱいを吸って育ちます。これも随分人間と違いますよね。でお母さんは1年間赤ん坊を離さない。だから赤ちゃんは泣きません。そして乳離れを始める頃になると、お母さんが赤ちゃんをお父さんのシルバーバックのそばに連れて行って赤ちゃんを預けてしまう。でそれから次第にお母さんは子供の世話をしなくなります。お父さんが一手に引き受けて、まさに保育士さんのように子供を育てるようになる。そういうパターンを持ってるんですね。でこういうですね、ゴリラの子供と人間の子供を比べてみると大きな違いが目につきます。まず人間の赤ちゃんは重たいですよね。大きいですよね。で重たい体重、大きな体で生まれてくるということは成長して生まれてくるんだと思えるんだけども、逆にすごく成長が遅いです。お母さんに捕まれないぐらい弱です。そして、そんなに弱なんだったら長いことお乳を吸って育つのかと思っていたら、乳離れが早い。1歳2歳でお乳を飲むのをやめてしまうわけですよね。そして赤ちゃんは生まれた直後によく泣きます。なんでこんなゴリラとは違う性質を持って生まれてくるんだろうということですね。これはゴリラばかりではありません。オランウータン、ゴリラ、チンパンジーの成長パターンと人間を比べてみると明らかな違いがある。一番上に記してあるのはこれ年齢ですけれども、オランウータンは、実は、7年間もお乳を吸って育ちます。野生のオランウータンですよ。ゴリラは3年から4年、チンパンジーは5年お乳を吸う。でも人間の子供は、わずか 1,2 年でおっぱい吸うのをやめちゃう。なぜそんな早くやめちゃうの。でもオランウータン、ゴリラ、チンパンジーは離乳した時にすでに永久歯が生えていて大人と同じものが食べられます。だけど人間の子供はまだ乳歯だから、永久歯が生えてくるのは6歳ですからね、まだ華奢な乳歯で大人と同じ硬いものは食べられません。だから特別にこの時期の子供に食べられる食物を大人が運んできてやらないといけない。これにはコストや時間がかかります。なぜそんなコストを払ってまで早く赤ちゃんを離乳させちゃったのかというのは不思議ですよね。それから一番下に青い年、青年期と書いてありますが、この時期は繁殖能力がついたんだけど実際繁殖はしない時期です。諸君は今その時期に当たっているんですけれど、この時期も人間に特有です。そして一番右側のピンク色の部分、老年期が人間だけすごく長い。こういうなんか変な特徴を人間は一生の間に抱えているということが分かりました。これは離乳年齢と大臼歯の放出年齢を永久歯の放出年齢を比べてみましたが、ご覧のように現代人いろんな地域の人々を平均すると、離乳年齢 2.4 歳です。これでもゴリラやチンパンジーたちよりずっと早いです。そして大臼歯の放出年齢が離乳時期に当たっているのではなくてずっとその後です。だからこれは不合理なんですね。本当は人間の赤ちゃんは6歳までお乳を吸ってていいんです。それが基本だったはず。それを破っちゃったわけですね。でなんでそんなことが起こったのかということをつくづく考えてみると、おそらくそれは人間がいまだに類人猿たちが暮らしている熱帯雨林を離れたことに原因があるということが分かってきました。熱帯雨林というのは年中、高温多湿で緑に覆われています。フルーツもあります。食べるものが一年中切れることがない。でも熱帯雨林を一旦離れれば食物は分散していて長い寒気があるから、長い距離を歩いて食物を探し回らなくちゃいけないし、とりわけ大きな危険が生じるんですね。で食物の分散と地上性の大きな肉食動物がいるということが、初期の人類が熱帯雨林を離れた時に直面した課題だったに違いないわけですね。それからいろんなことが起こってくるんですけれど、おそらく初期の人類が肉食獣に幼児を狙われたためにたくさん子供を作ってその不足を補う必要が生じたんじゃないかと思われるわけですね。で実は赤ちゃんがおっぱいを吸っていると
そのおっぱいの産生を促すプロラクチンというホルモンが出て、このホルモンが排卵を抑制します。ですから妊娠ができない、次の出産の準備ができないわけですね。でおそらく赤ちゃんをおっぱいから早く引き離すとおっぱいが止まって、でプロラクチンも分泌されなくなって排卵が回復します。おそらく出産間隔を縮めてたくさんの子供を産むようにしたんだろうと思われるんですね。じゃあなんで重たい赤ちゃんを産むの。それはですね、実は直立二足歩行が行われてからこうですね、脳容量が増大するまでに500万年もかかってるわけですね。でこの500万年のうちに、直立二足歩行が完成しました。でそのため骨盤の形がお皿状になってしまって、上半身の体を受け止めるようになりました。でその真ん中にある産道の大きさをそれ以上広げることができなくなった、強度を強化するためにね。だからあらかじめ胎児のうちに脳を大きくさせておいて頭の大きな赤ちゃんを産むという選択肢がなくなっちゃったわけですね。だから小さな頭のゴリラの赤ちゃんとあまり変わらない脳の大きさの赤ん坊を産んで、その後脳を急速に成長させるということを始めたわけです。で、新生児の脳は生後1年間で2倍になります。ゴリラの赤ちゃんは4歳で2倍になって、それで成長ストップします。しかし人間の赤ちゃんは5歳までに大人の脳の 90% になって、12歳から16歳で完成します。だから皆さんは今脳がやっと完成する時期に当たっているわけですね。で1年間に生後1年間で2倍になるもんだから、その時に相当なエネルギー、まあ栄養を脳に回す必要があります。だからもし、栄養の供給が途絶えて脳に栄養が回らなくなるとまずいから、赤ちゃんは分厚い脂肪に包まれて生まれてくるわけです。まあ、 脳は脂肪ですからね。で、これが体脂肪率になって現れる。人間の赤ちゃんの体脂肪率は 15% から 25%、 類人猿は 5% 以下なんです。ガリガリです。だからそこが大きな違いなんですね。脳を守るため、こういうことが起こったわけですね。で生まれた時の赤ちゃんの頭を見てみると、ブカブカでこうまだ頭が閉じていないんですね。これは脳が急速に大きくなって、それに応じてこう骨が締まっていると大きくなれませんから、骨が閉じていないで頭骨が膨らむように、そういう構造になっているということなんです。で、そのために脳に多大な栄養をどこから持ってくるかというと、本来ならば身長、まあ身体の成長に使うべきエネルギーを脳に回しちゃったわけです。だから、まあ5歳以下の子どもは摂取エネルギーの 40% から 85% のエネルギーを脳の発育に回すようになりました。そのために身体の発育が遅れたということなんですね。でそこでこういう変な現象が起こるわけです。これは X 軸に年齢がとってあって、縦軸に1年間に伸びる身長の割合、すなわち成長スピードがとってある。そうすると生まれた時は成長のスピード高いです。ところが脳にどんどん栄養を取られてしまうから、身体の成長スピードは下降します。そして5歳になって緩やかになり、そして12歳から16歳で脳が完成するから、今度は身体にエネルギーをたくさん送ることができるようになって、身体の成長速度がアップします。これを思春期スパートと呼ぶわけですね。緑色の点線が女の子、赤色の実線が男の子です。緑色の女の子の方が2年男の子より早くこれが起こり、そして男の子の方のピークが高い、そういう特徴を持っているんです。皆さんはまさにこの時期にいると言えます。そしてもう一つ重要なことは、この内容が違うんですね。これガテマラの青少年を対象に行われた調査なんですけれど、上下のグラフ、上が女の子、下が男の子のグラフです。真ん中に X 軸に PHV と書いてあります。これはピーク・ハイト・ヴェロシティという意味で、さっきの思春期スパートの時期です。ですからグラフが頂点になっていますね。でその時期から遡ること3年前に脳内で、思春期開始のホルモンの分泌が始まる。上のグラフ、女の子の場合にはすぐ二次成長が出てきて、
体が丸く丸みを帯び、おっぱいが出てお尻が大きくなるという特徴を示します。だから女の体になるわけですね。でも初潮が来るのはこのピークの後だし、大人の排卵頻度が出てくるのもずっと後です。だから女の体になっても子供が産めないって時期が数年続くということですね。これをアドレセントステライルの時期というふうに言います。思春期不妊というわけですね。でも男の子は下のグラフを見てください。やはり同じように3年前にホルモンの分泌が始まりますが、そしてひげが濃くなったりすねが生えたり声変わりがしたりして男の特徴が出てくる。だけど身体は男にならないわけですね。筋肉が増強して大人のような体になるのはそのずっと後です。だから男の子は、精子の生産が始まって子供を産ませることができるけれども大人の体にならないから女性から選ばれない、そういう時期なんですね。おそらくここにも男女で違う選択圧が働いているというふうに思います。春季スパートというのはだからまとめてみると脳の成長に身体が追いつく時期、男の子と女の子でこの時期に差があります。そしてこの時期は繁殖力を急速に身につける時期であるとともに学習によって社会的能力を身につける期間にも当たる。だから学習をしなくてはいけないわけですよ。でこの時期は実は非常に危険な時期でもあります。これは日本の厚生労働省が発表した死亡率のグラフなんですけれど、やはり X 軸に年齢が取ってあって Y 軸には死亡率を対数弱で取ってあります。点線が男の子、実線が女の子です。生まれた時は死亡率高いんですよ。でも親の目が行き届くからどんどん死亡率は下がります。そしてだんだん親の目が行き届かなくなると死亡率が逆に上がり始めて、先ほどの思春期スパートの直後に男の子も女の子もクッと死亡率が上がります。ですから春季スパートというのは、野心を燃やして、トラブルを引き起こしやすい、自分の身体が急速に成長するので心身のバランスを崩して、自殺をしたり精神的に病んだりして死に至る、ケースが多いということをこれは示している。しかも重要なことはこれは時代を変えてもこのピークの時期は変わりません。あるいは、世界中の民族を調べてみてもこのピークはやはりこの時期にあるということで、まさに時代や文化を背景にしている現象ではなくて人間の生物学的な成長というものが背景になって現れるということを示していると思います。だから人間のこういう生活史の特徴というのは早い離乳と遅い特徴にあると思います。早い離乳はたくさんの子供を作るためだったし、遅い成長というのは脳を大きくするためだった。でそのために、頭でっかちの成長の遅い子供をたくさん抱えることになってしまって母親や父親だけでは子育てができなくなり、子育てを共同してやるような社会が生まれた、それが人間の社会の起源にあたるんだろうと思っています。人間の赤ちゃんは実はこの共同の子育てをしてもらうように生まれついていきます。先ほど人間の赤ちゃんが生まれた直後に本芸本芸とけたたましく泣くと言いましたが、これは自己主張なんですね。重たいです、ひ弱です。だからお母さんがずっと抱き続けていることができない、そしてお母さんは他の人の手に渡してしまったりどっかに赤ちゃんを置かなくちゃならない。そうすると赤ちゃんはお母さんから離れますから、自分で主張して自分の不具合や不満を訴えなくちゃいけない。ゴリラの赤ちゃんやチンパンジーの赤ちゃんはずっとお母さんの腕の中に1年間はいるから、泣き叫ぶ必要がないわけです。ちょっと身動きをすれば低くなればお母さん気がついてくれます。でも人間の赤ちゃんは離れてしまうから泣くんですね。そして、同時に、満足すべき状態にあればにっこりと笑ってくれます。でこの笑いが、お母さんだけではなくていろんな人々に通じるから誰もが赤ちゃんを可愛いと思い、救いの手を差し伸べるということになります。今まで私が説明した人類の進化史と家族の形成というのをちょっとこうまとめてみるとですね、人間はチンパンジーとの共通祖先から、700万年ぐらい前に分かれたと考えられています。最初に残ったのは直立二足歩行、これはおそらく食物を広く歩いて集めるためでした。で、だんだんと樹木のないサバンナへと進出していって、そして捕食圧が高まって、
加算というものを必要とした。そして500万年経ってから脳が大きくなり始めて、だんだん重たい赤ちゃん、遅い成長という特徴が現れて、でこの赤ちゃんたちを育てるために共同の保育が必要になって、家族と複数の家族が集まる共同体という二重構造が人間の社会に生まれた。そしてそれからどんどんいろいろ人間らしい特徴が現れます。でも世界中どこを見渡してもこの家族と共同体という二重構造は変わりません。でしかもそこで行われている一番プリミティブな行為というのは教職をするということと子育てを一緒にするということです。でこのプロセスの中で非常に高い共感力が備わった。役割を分担したり、言葉のしゃべれない子どもたちを一緒に育てたりするためにお互いどういう気持ちを通じ合ったらいいのかということができるようになった。でそのおかげでですね、家族は互習的な間柄、家族の中ではなんとか子どもたちのために奉仕をしたいというそういう行動が生まれるようになったんだと思います。でそういう社会で一番重要な時期というのは私は3つあると思っています。それは、まあ、人間だけにある離乳期ですね。本来ならば6歳までお乳を吸ってていいはずなのに、この時期お母さんからも離されてしまう。だからこの時期人間的な学びというものが必要になる。そしてもう一つは思春期ですね。これはおそらく皆さんがその最後にあたると思いますけれども、そしてその後人間の複雑な社会では自分の社会的な役割や社会的地位というのを確立し、希望を持って社会に出ていかなくちゃいけない。それが私たちがお預かりをする大学生の時期になると思います。で現代はですね、少子化と呼ばれていて、それから、インフォメーション、に携わる情報機器が非常に発達を遂げた ICT 社会です。でそこで人間は家族と共同体という組織に頼ることをだんだんやめ始めています。コミュニケーションが変容した。世界中どこにいても一瞬のうちに会話をすることができる、まあ、そういう状況の中にあるし、人から人へと知識が受け渡されるのではなくて、個人が機器を使って自分に必要な情報を手に入れる時代です。そういう中でだんだんと家族同士のつながりも消失していき、共同の子育ても少子化によってなくなり、まあ、まさに、インターネットと孤食の時代と呼ぶような時代がやってきました。その中で一体どういうことが起こっているかというと、まあ、子育てというのをみんなで一緒にやるんではなくて、その、まあ、いろんな機器を使って、あるいは、まあ、効率的なやり方をしながら経済化機械化をしていこうという話です。で、そうするとですね、人に頼ることをしない、あるいは人に思いを寄せることもしなければ、だんだんとこれは私は猿の社会に近づいていくと思います。猿の社会は卑下するわけではないですが、猿の社会は実は共感力がそれほど高くない社会を維持している。それはルールをきちんとみんな守るからです。ルール依存型の社会ですね。それは非常に単純に強いものに対しては弱いものは遠慮をするという、そういうルールです。で、そうすると実は非常に効率的なんですね。初めに勝者と敗者を決めてしまって、敗者が退けば何も戦う必要はないわけですね。そうするとだんだんと共感能力が減退をしていく。そして共感能力が、講じられなくなれば信頼関係も作れなくなる。まさに人々は自分の利益を求めるようになり、利益を共同で守るような相手だけ、信用するようになる。そうするとそれは非常に閉鎖的な社会ということですよね。つまり集団の外にいる人間は自分たちの利益を侵害するものであると考えられるから協力して排除する。そういう時でのみ協力というものが現れるということになって、非常に危険な社会になっていくという、まあ、恐れがあります。で私は IT つまりインフォメーションテクノロジーというものをもう一度考え直す必要があると思っています。インフォメーションテクノロジーは利点もたくさんあります。まず効率的、経済的ですよね。これは先ほども申し上げました。そして物と人の動きを加速します。距離を考えなくていい。でもう一つ利点というのは、ネットワーク社会だから上下関係、
あるいは優劣関係というものを気にする必要はない。点と点で結びついているので、人々の間の階層性というのはできません。そしてリーダーがを作らなくていい。中心が見えない。それぞれみんな点と点で対等に結びついているという感覚が得られるから。でもそこで実際は格差が起こっているのに格差が見えない。で、格差が見えないというのはいいことであるかもしれません。でもそれは同時に欠点にもなるわけですね。中心がない、いわゆるリーダーができないということは統一的な意見を取りにくいということになります。あるいは統一的な意見を取ったとしてもすぐ壊れてしまう。そして意見をまとめることができない。信頼関係が欠如してしまう。そして何か意見を言い合うとすぐ炎上してしまう。気持ちの整理ができない。そういう欠点を持っている。だから欠点をなるべく出さないように利点を利用したIT の利用を仕方をする。そうしながら、これから未来を作る人たちを作っていくことが、大学の使命であると思います。で、今グローバル人材を作れ作れと言われているわけですが、それはまさに地球ということ、世界ということを考えて働ける人です。で、私はですね、この中でやはり重要なのは自己のアイデンティティと目標を持つということだと思います。自分は何者であるかということをどこかで理解しなくちゃいけない。それは大学で皆さんがやっていただくことにつながります。そしてとりわけ共感力、他者の気持ちと考えを理解できるということ、そしてその上で状況を判断し適応できる、自己決定ができる。とりわけ重要なのは下の2つです。危機管理ができる。危機というのを察知する直感力を持っている。これはフィールドワークを通じて鍛えられると私は思います。そして他者とつながるためには他者を感動させる能力を持たなくちゃいけない。これが対話の基本です。それを大学で学んでほしいと思います。現代の大学教育は先ほど言ったように ICT 社会になりつつありますから、知識は人から人へ、あるいは本から人へ伝わるものではなくてインターネットの中にあります。だから大学で何をやるかというと、既存の知識、すでに知識としてあるものではなくて、まだわからないもの、あるいは未知の世界というものを伝える。そして教員や学生諸君は自分が考えていることをお互いに伝え合い、まだ見えていないものを見るという能力を鍛えなくてはならないだろうと思います。そして私は窓という構想を出しましたが、大学だけが学びの場ではなくて、大学の外にもたくさんの学びが場があります。それを利用しながら能力を鍛えていくというのが、今の大学だろうと思っています。ですから私は対話とフィールドワークというのを大事にしたいと思います。京都大学では、初年次の学生に世界最先端の研究に触れてもらうというアイラスセミナーをやっています。これは少人数で対話を根幹とした300のコースが今提供されています。で、さまざまな課題についてその前線にいる教員たちが学生諸君に伝えてくれる、考えを伝えてくれます。そしてこれは去年から始めたおもろチャレンジなんですが、これは体験的な留学制度です。今まで留学というと、オックスフォードだとかスタンフォードだとか既存のコースにアプライして、その既存のコースを習得してくるということばかりだったんですが、このおもろチャレンジというのは学生個人個人が企画立案をし、自分で準備をして、それが内容が面白そうなものであれば、じゃあお金をつけましょうというんで、30万円ぐらいを限度として行ってきてもらいます。3週間以上、夏を利用していく学生が多いんですけれど、いろんなところに行きます。アフリカ、あるいは、北アメリカ、アジア、オセアニアというところに行って、それぞれの好みに従って体験をしてきてもらう。で、それによってまさに最初私が言ったワイルド&ワイズという能力を育てましょうということなんですね。で、いろんなところに行ってもらいました。イタリアに行ったり、ネパールに行ったり、インドに行ったり、エチオピアに行ったり、大変楽しかったようです。で、私は京都大学のオリジナルな学問を京都大学の学生だけじゃなくて世界中の学生諸君、あるいは社会人の人たちに知ってもらおうというので、 MOOC という、インターネットで配信できる無料の講義を始めました。
これはすでに京都大学で10ぐらいの MOOC が提供されていて、世界中の学生がこれを見ています。で、さまざまな試みを今作り始めています。学生チャレンジコンテストというのは、学生たちが面白い企画を立ててくれたら、それをウェブに載せて、一般の方々に投資をしてもらう、これクラウドファンディングというんですが、で、まあ、50万円を限度として、そのお金を使って学生たちがいろんな活動をして、でその成果をまたウェブで報告をするというものです。立花賞は、女性、活躍した女性に差し上げる賞で、毎年3月に行っています。で総長賞も、これは学問と対まあ、クラブ活動両面ですけれども、何か注目するべき成果を上げた方々に送っています。そして高大連携事業として、今日も皆さん来ていただいておりますけれども、グローバルサイエンスキャンパスをだとか、あるいは、学びのコーディネーター、実際に京都大学で学んでいる学生が自分の母校に行って、自分の京大における体験を語るということをやっていただいたり、あるいは京都大学サイエンスフェスティバルを開いて、全国の教育委員会から選別された高校生のグループを競ってですね、コンテストをやる。それから、とりわけ、女子高生に、アピールしたいと思っていて、今京都大学には約2割の女子学生がおりますけど、もっと増やしたいから、女子学生、女子高生クルマゾフォーラムをやったりしております。で、だいたい私の話はこれで終わりですけれども、スペシャルサイト、探検京都大学というのが出てますから、ぜひ京都大学の面白い部分を知りたいと考える方々はぜひ閲覧していただきたいと思います。で最後にですね、京都には40の大学があります。京都大学をただただ目指すのではなく、いろんな大学があるから京都に来てください。京都というのは本当に過ごしやすい、私も随分長く住むようになりましたけれども、学術の街です。ここで学ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたいと思います。京都は古い歴史を持つ街でもあり、さまざまな学ぶ場所が揃っている、ぜひ京都大学にいらしていただきたいと、最後は宣伝になりましたが、これから半年間皆さん京都大学の学問をぜひ楽しんでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。